内面の闇はもうすぐ咲きます。私についてこい。背中に気をつけて。悪意はない。あの噂聞いたか？マナハイム沖にこの船よりずっと大きい海蛇がいるって噂だ。はあ？とんでもないこと言うな。本当だってば。今日捜索船が出た理由もその海蛇を探すためだっていう話だぞ。砲が折れた。座礁するぞ。ちょっと、ソイ、しっかりつかまれ。砲を引き上げろ。
神はいずこに。そこの君、助けてくれ。命だけはどうか頼む。また来やがった。ああ、助けて。まだ残ってるぞ。大丈夫？さあこっち。あなた怪我はない？どこか一体。え？うん、顔色が良くなったわね。びっくりした。どちら様で。もし君は。レスキバ殿は海岸の見張り小屋に行ったはずだ。いらっしゃい。シャルマンさんには会った？それは救出された兵士たちが丘の下で手当て。なんとか全員の手。気をつけて。まだ傷が治りき。
どこか怪我したりしてない？やっぱりあなた。馬には乗れるわよね。おとなしい子だから大丈夫。マナハイム、あそこに見える城の名前よ。主神オーディンが人間に与えた憩いの地なの。自由を愛する冒険家、勇敢な戦士たち、声を張る商人に、忙しそうな鍛冶職人。どう？素晴らしいと思わない？はい、ここよ。マナハイムへようこそ。私たちはこれから。アシェラットさんは平野にいるわ。緊張しなくて大丈夫よ。何の手がかりもつかめていないとは。近海で起きた事件なんだぞ。こんな有様で我々がマナハイムを守護する戦士団だと言えるのか。申し訳ございません、アシュラット様。全力を尽くして捜索していますが、目撃者の証言がデタラメばかりで。その目撃者を連れてきました。ご苦労だった、レスクバ。君は初めて見る顔だな。それは本当か？悪臭を漂わせる腐った木のような魔物に、船よりも巨大、信じられない。まずは中央にある女神像を過ぎて、倉庫や交換屋もある。またいらっしゃると思ってましたよ。ポーションは必需品だ。十分な数を傾向。君が城門を出て道。どちらさんで？なのにあんな無理を言って、実の子のように大事に育てたんだ。苦し…もしかして体にまだら模様のある図体の大きな平原の近くにいるはずだから、すぐに見つ…
ぴったりのプレゼントを用意しておく。やあ、いらっしゃい。急ぎの時はぜひ使ってくれ。さあ、これをやろう。ほら、簡単だろ。そうだ、湖の近くにいるはずだからすぐにわかるはずだ。お礼に秘密の話でね、僕が教えたって言っちゃダメだよ。分かった？約束。どなたかな。あ、そうだな、まずは獲物の物色から始めよう。よし、それじゃこいつを。これで丈夫な翼もできそう。はしごの前でジャンプしてぶら下がったら上に。よくやった、上出来だ。さて、それじゃイノシシ狩りに行くとするか。やつの鋭い牙に刺されないようにくれぐれも気をつけろよ。図体がもっとでかくて立派な。牙がまでかいからすぐ見つかるだろう。
実に鋭いな。自分が、ああ、君か。そして教官、城壁を積んでいるスバジルはマナハイム一の建築。なんだ、見ろ、そうだ、時間がない。割らないように気をつけろ。はあ、おっと、なんてつ、いいか、この技術、やっぱり人は時間が足りない、時間が、嘘でしょ。それで思い出した、アトラさんなら村の広場にいるわ。あなた何を探しているの？ねえ先生、アバターって知ってる？着るだけです。確かさっきまでここにいたのにな。どこに、もしかして村外れの簡易鍛冶屋にいるの？何の用かな、のっ、ま、石を投げてくる。
し、工具は斧で武装した連中を叩きのめせ。粗末な兜をかぶった連中、村の中をよく探す。どれどれ、来たか。どん戦